ワイマルのロッテはトーマスマンの小説。1939年間。ゲーテの著名な小説、若きワエルテルの悩み。1774年のヒロインロッテのモデルとなったシャルロッテとゲーテとの40年越しの再会を扱った作品である。宮廷古門館婦人となっていたシャルロッテ・ケストナーは1816年に実際にバイマルを訪れ。 ゲーテと会っているが、ゲーテの日記には9月25日に一行、触れているのみで詳細は書かれておらず、マンはそのわずかな記事をもとに、ゲーテ作品からの引用や、フィクションも交えて、長編小説に仕立てた。作中では老いたシャルロッテの元を訪れる、様々な人物がゲーテについて語り、ゲーテの秘書をしていたリーマー、ショーペンハウアーの妹アデーレ、そして、 ゲーテの息子のアウグストといった者たちの口を通してゲーテの人物像が多面的に浮かび上がる構成になっている。本作は漫画アメリカ合衆国に亡命中スウェーデンで出版されたが亡命作家がドイツが誇る文豪ゲーテに批判の目を向けたことでドイツ国内では激しい非難を起こした。戦後にはニュルンベルク裁判においてイギリスの検事が 漫画創作した本作中の一節を実際のゲーテの言葉と信じ引用するといった一幕もあった。1974年、エーゴン・ギュンター監督により、西ドイツで本作を原作とする映画が作られており、翌年のカンヌ国際映画祭にも出品されている。ありがとうございます。